1916年の広告イズ US Building A New Moon May 1949ポピュラーサイエンスはアメリカ合衆国で発行されている機関の通俗科学雑誌であり大衆向けの科学技術をテーマにした記事を掲載しているポップスクと略称されるポピュラーサイエンスはこれまでに58以上の賞を受賞しておりその中には アメリカ雑誌編集者協会による賞が含まれる。ポピュラーサイエンスは1872年に創刊された。30以上の言語に翻訳され、少なくとも45カ国に配信されている1872年5月に、エドワード・エル・ユーマンスによって、月刊ポピュラーサイエンスとして教育を受けた一般人に科学的知識を広めるために創刊された。ユーマンスは以前に、 週刊誌、アップルトンズジャーナルの編集者として働いていたことがあり、かつての同僚に新しい雑誌の編集に加わるよう呼びかけた。初期の号は、ほとんどが、イギリスの定期観光物の再建だった。この雑誌には、チャールズ・ダーウィン、トマス・ヘンリー・ハクスリー、ルイ・パス・ツール、ヘンリー・ウォード・ビーチャー、チャールズ・サンダース・パース、ウィリアム・ジェームズ、トーマス・エジソン、ジョン・デューイ、 ジェームズ・キャッテルらが寄稿した。エドワードの弟のウィリアム・ジェイユー・マウスは、ポピュラー・サイエンスの創刊に協力し、編集者としても活躍した。1887年のエドワードの死後は、編集長になった。出版社である D ・アップルトンカンパニーは、1900年に、経済的な理由でこの雑誌を売却せざるを得なく、なった。同年、ジェームズ・キャッテルが、 編集者となり、1901年には発行者となった。キャッテルは、学者としての経歴を持ち、教育を受けた読者向けの記事の出版を続けた。1915年までに、読者数は減少し、科学雑誌の発行は、財政的な課題となっていた。1915年9月号の社説で、キャッテルはこれらの困難を読者に説明し、ポピュラーサイエンスという名前を、 大衆向けの科学雑誌にふさわしい名前を望んでいたグループに上渡したことを発表した。翌月、高読者には学術的な伝統を引き継ぐサイエンティフィック・マンスリーというタイトルの新しい雑誌が送られることになった。サイエンティフィック・マンスリーは1958年にサイエンスに吸収された。ポピュラーサイエンスの名称を取得したのはモダン出版社である。 この会社は1914年にエレクトリシャンメカニック氏を買収し、その後2年間でいくつかの雑誌を統合して大衆向けの科学雑誌にした。この雑誌は短い期間に何度もタイトルを変更した。モダンエレクトリックスメカニクス、ポピュラーエレクトリシティモダンメカニクス、モダンメカニクス、ワールズアドバンスである。 買収後の最初の号である1915年10月号のタイトルはポピュラーサイエンスマンスリーワールズアドバンスだった。刊号は第87巻第4号とポピュラーサイエンスのものを引き継いでいたが内容はワールズアドバンスのものだった。新しい編集長はサイエンティフィックアメリカンの元編集長であるバルデマー・ケンプフェルトだった。月刊 ポピュラーサイエンスの変化は劇的だった。かつては100ページの8から10本の記事を掲載する学術誌であり、写真やイラストは10から20枚程度だった。新しいバージョンでは何百もの短い読みやすい記事と何百もの図版が掲載される通俗科学誌となった。編集長のケンプフェルトは雑誌の対象とする読者を科学の世界について 何かを知りたいと思っている職人やホビーストに定めた。発行部数は初年度で倍増した。1935年から1949年にかけてパラマウント映画の映画ポピュラーサイエンスシリーズのスポンサーになった。ポピュラーサイエンス出版社は1967年にロサンゼルスに本社を置くタイムズミラー社に買収された。2000年 タイムズミラー社は、シカゴを拠点とするトリビューンメディア社と合併し、翌年にはタイムズミラーの雑誌をタイム社に売却した。2007年1月25日、タイムワーナーは、この雑誌をボニアコーポレーションに売却した。2016年1月、144年間の月刊誌発行から各月発行に切り替えた。2018年9月には、 機関紙になることが発表された。出展、アメリカンマス、マーケットマガジンズ・ザ・オールストリート・ジャーナルニューヨーク・ポスト、グーグルブックスは、総刊号から2009年までに出版されたすべての版を公開していて、無料で閲覧できる。日本では、異なる出版社から何度か日本語版が発行された。日本語版は、 イブニングスター社から1947年11月から1960年代まで、ダイヤモンド社から1981年11月から1984年3月、トランスワールドジャパンから2000年12月号から2006年3月まで発行された。ウィキソースには、ポピュラーサイエンスマンスリーの原文があります。ウィキメディアコモンズには、 ポピュラーサイエンスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。